厚尾のポーズが印象的な松田宣浩選手。ソフトバンクホークスの中でも特に印象に残る選手ですが、印象だけでなく記録も残している選手です。2000本安打まで残り169本、そしてサードとして最多である通算8度のゴールデングラブ賞を受賞しています。セリーグでは元阪神タイガースの掛布雅之選手が6回、パリーグでは元西武ライオンズの石毛博道選手の5回がこれまでは過去最高だったので、これらの記録を上回ったのです。しかし一方で、2022年の成績は43試合出場にとどまり、打率2割4厘、ホームラン0本と成績を残せず、ホークスを退団することに。グランドでの彼を見ていると、とても明るいポジティブな人のように思えますが、実は本当の性格はネガティブで、松田選手の奥様であるエリさんは旦那様の素顔についてこのように明かします。うちの人は超ネガティブ。だから葉っぱをかけています。ハイテンションで毎日試合に出て元気印とか言われますが、本当は全然。また松田選手自身、明るいキャラの裏で大きなストレスも感じていたのだとか。ネガティブな性格。松田選手の厚尾のポーズは、もともと2015年のチームスローガンだった厚尾を盛り上げようとして叫んだことが発祥で、松田選手のキャラクターにもマッチして定着していきました。松田選手自身は厚尾について、街を歩いていて、松田と呼ばれるより、厚尾の人でしょ、と言われることの方が多い。根付いてきたのかなと思う。厚尾は僕のモチベーションです。と語っています。グランド上での明るいキャラクターと豪快なバッティングやプレースタイルから、普段から元気でポジティブな選手と思われがちですが、彼の奥様であるエリさんによると、実はネガティブな人なのだとか。ネガティブになる背景には、10年以上サードというホットコーナーを守り続けてきた松田選手が、そのポジションゆえに助っ人外国人選手との競争にさらされ、重圧やストレスを抱えていることが考えられます。そのため、松田選手は頻繁に体調を崩すことがあるとエリさんは語ります。痛み止めを常備していますし、頻繁に発熱もします。夫は異常があっても体温計すら握ろうとしません。自分から病院にも行かない。39度以上の熱があっても顔色一つ変えずに厚尾をやっています。とのこと。松田選手は病気になって弱気になることや、体の不調で言い訳をすることをとても嫌がるそうです。痛みがあっても、折れてる時はわかる、折れてなければできると言い張ってなかなか病院に行かないのだとか。そして重圧を感じているのは子供のためともエリさんは語っています。小学3年生の長男は、夫が打てなかった翌日に友達に何か言われることもあるみたいで、家に帰ってきて、みんな分かってないんだよね、野球選手はいい時ばかりじゃない、パパはずっと試合に出てるじゃん、それってすごいのにね、と言ってます。子供に対しても影響が出てしまうことに重圧を感じている。5年連続全試合出場は本当にすごいこと。シーズン中は腕や足が上がらない、曲がらないが日常。体はあざだらけ。よくやっていると思います。これからも厚尾らしくファンの皆様を喜ばせてくれると信じています、と思いを語るエリさん。エリさんは松田選手の重圧を軽くさせるため、旦那様に対して、思うことがあったら家に持って帰ってきなさい、と話しているそうです。そのため松田選手が家にいるときは、二人の会話の9割が野球の話で、調子が悪いときは二人で動画を見たりするとのこと。寝言でも、ごめん、すいませんと謝っていて、夢の中でチームメイトに謝罪しています。いつも重圧を感じながらプレーしている。とエリさんは語っています。球場ではそんな素振りを全く見せない松田選手ですが、毎試合厚尾らしくいられるのは素を出せる家庭の環境や家族の支えがあるからだと思われます。チームやファンが求める厚尾を続けるには、日々の不調を見て見ぬふりをしなければならなかったようです。そんな本人の努力とプライベートを支えてきたエリさんの二人三脚で作ってきた厚尾のようです。しかし2021年、松田選手は新たな苦悩に直面しました。チームがリーグ4位となってしまった2021年、自身の成績も打率2割3分、ホームラン14本に終わり、シーズン後半は力をつけてきた若鷹たちにスタメンを譲ることが増えました。本人も不振をひしひしと感じ、それは重圧としてのしかかっていたようです。
スタメンを外されても変わらず厚尾の看板を背負い続け、リーダーとしてベンチからチームを鼓舞し続けてきた松田選手。自分が試合に出れない中でチームを盛り上げることを要求されることに苦しめられました。実際、ある取材に対して松田選手は、バットを振る元気もなかった。病んでいるように見えないでしょう。いつも元気だと思われているからきつい。試合に出ない旗振り役はエネルギーがいる。と語っていたそうです。ホークス退団。2021年は苦悩のままシーズンを終え、4億5000万円だった年俸は2022年には1億5000万円にまで大幅ダウン。3億円の減俸というのはソフトバンクの球団史上最大幅となりました。松田選手は公開後の会見で、合意に至るまでは時間がかかった。退団の可能性もゼロではなかった。と語っていました。そして、この年から代打での起用が増えた松田選手。代打成績は11打数4安打で打率3割6分4厘という数字を残しましたが、代打の神様に収まるのは早い。4打席もらえば絶対にチャンスはある。39歳でもう1回レギュラーを狙う。とレギュラーへ返り咲くために奮起。長年サードとして定着していましたが、全てを捨ててファーストへのチャレンジも始めました。40歳まではユニフォームを着る。ここまで来たら長く野球をしたいと意欲に燃える松田選手でしたが、なかなか結果を出すことができず、2022年はベンチスタートも多く、9月8日には2軍に降格。シーズン終盤の2軍降格にファンは騒然。結果を出して1軍復帰を願う声が上がる一方で、39歳という年齢もあり、松田選手は構想から外されるのではないかとも噂されました。実際にこの時フロントからはすでに来季は構想外であることが伝えられていたといいます。そして9月28日球団は松田選手との契約を結ばないことを公表。この年限りでの退団が報じられました。松田選手は他球団での現役続行の道を模索しています。明石健二選手や内川聖一選手など競い合ってきた戦友たちが引退を決める中で現役続行を選んだ松田選手。退団会見では、野球が大好き、まだまだ体は元気と晴れやかな顔で言い切りました。いかがでしたか？チャンスを与えてくださる球団があれば、大好きな野球をとことんやるだけです。ベテランなのに元気を出して野球をやる、そういうことを必要としてくれる球団があればそこに行って頑張りたいと熱い思いを語っている松田選手。ネット上ではいくつかの球団が調査に入ったとも噂されています。来季はどの色のユニフォームを着ているのか、また他の球団でも厚尾をするのか、松田選手の活躍に期待していきたいですね。